はい、ではよろしくお願いいたします。少しずつやってますよ、話だったら。
エクストも面白いですね。お願いします。はい、ハーフの広がらない、はい、で、トレーナースポット、はい、これが必須パーツになるのか、どこか CL のエクストラには出てみたいと思う。なんか怪しい顔が来たぞ。え怪しい顔か、さっきから怪しい顔が来てないのかな。マジですか、来月のやつ。じゃあ、普通だったら今面白くないからブルマージュ不思議なことだけで、マイナーの2枚引いて、最初1枚また環境ばらけできてるんですか。ばらけできてるけど、マネロ強いけど。じゃあ、敵のパズル2枚使用します。はい、2枚使用で超バレなんだよ。超バレ結局、一旦無敵が今の環境ぶっ刺さるっていう。みんなだからな、これはみんなだよな。全部全員守るよね。しかも、ここも安全体制で全員だよな。反対ですね。アザス、アザスは違いますね。完全で、3枚。いや、ほんと、3にあげるために俺、全然揃えてるわけじゃない。で、一番怖いのに。これ、出所したら3枚。誰選ぶんでしたっけ？ん？選ぶ人は？ああ、また3枚選んで。3枚選んでて、3枚しかない。3枚。はい。3枚。それ先行っすかね？いや、こっち先行。で、ザクザクピッケ。はい。先行ダメですかね？ダメです。最後寒いだったっけ？本当だ。で、よいしょ。じゃあ、この1枚を上げるぞ、これ。いや、そういうデッキです。で、いや、荒れた方面白いですけどね。はい、公式はね、出してるんで。ラインソーシエルはこれ3でいいかな。マッスイとして、声を見せていただく。みんなこれだったらやばくないですか？これみんなこれ。だからそれにならないようにしてるから。やばいっすよね、みんなこれになったら。まあ、じゃんけんゲーになる。で、じゃんけんとあと一気にゲーだから。うん、そこまでじゃないからね。ああ、もうここに対しても絡みティッチしに行きますね。ダブルは張って、エンドで。これ終わりだろう、だって。ベンチいいね。これ終わりだろう。GG エンド GX。はい、マッシュベンチして。ありがとうございました。